コンバージスタジオの形状修正ツールポリゴニカをご紹介します今回は車のボディについて形状の修正とともに粗大化を行います現在の問題をチェックしますこれを見ると約1万の自己交差が発生していることがわかりますでは ポリゴニカを使用しまして、粗大化を行いますが、今回実施するのは、現在の形状に対して、0.001の誤差まで許すという条件において、粗大化を実施します。では、実行いたします。 終了いたしましまでは内容を見てみましょうまず現在の問題点ですねこちらは全て修正されていますそして表面三角形の数というのが非常に少なくなっていることが分かります